マックショーの恋のマジックドライビングの、YouTube で上がっていた、ライブの映像を見て、コピーしてみました。また、元動画の URL も一応入れとくので、それを見て聞いてください。リクエストは本当は、爆発アコースティック小僧なんかそれのアルバムっていうことだったんですけど、 YouTube で探してもなかったんで、とりあえずこのライブにしました。ということで、まずイントロは、まあこういう感じで、頭まず A で、A の、まあ2弦3弦4弦の2フレットを人差し指でバレーして5弦からいきます。これで、次に2弦3弦4弦アルペジオでやって、今度は
A のオーギュメントというコードで中指で4弦の3フレットを押さえてこれを鳴らします。で小指でこの次に3弦の4フレットをこういう感じで弾いて離す。まあこの他の弦も鳴らしながらこういう感じで、で2回目次の、これちょっとね2小節分を1小節でタブ譜は書いてあるんですけど、3小節目に当たるんやと思うけどタブ譜では2小節目になっとるんや。まず F シャープマイナーを短縮コードで4弦の4と1弦2弦3弦の2フレットでこういう風に押さえて、でまたジャラーンと弾いて、で小指でまた3弦の4をこういう感じで、でこれやってでいったら今度また3に戻さなあかんでね。4弦押さえてる中指から薬指を離して中指で3フレット押さえなあかんねん。これも鳴らさなあかんねん。それでまた小指でこれをゆっくりやるとで押さえてで小指で今度は F シャープマイナーの短縮コードでこれで4弦を3フレットに変えてで小指でこんな感じで、でコード的にはまず A で、まあ、普通に、まあ一般的なコードストロークで、で A メジャー7で、まあ、A で押さえてるやつをこの3弦だけ1フレットに変えてで今度は離して A7 で D のところでまあ指す方がちょっと入ってたと思うんで小指でまあ1弦の3フレットを押さえて離す。でここで D マイナーでサブドミナントやね、サブドミナントマイナーとかいうやつやね。で D マイナーに入って A で、で F シャープ7で B7 を動画で見たらローコードで弾いてたんでローコードの B7 これで E7 でまたイントロのでまた歌に入ってでここでこういうのが入ります。要はこの A の、まあ、この D の形のこの押さえ方をこの9フレットのとこまで持ってきてこのまま小指で、3弦の11を押さえても押さえて離すみたいなのでもいいし、それかいわバレーしてこの9フレットを1弦2弦3弦バレーして中指で2弦の10を押さえて薬指で3弦の11をこれでもいいです。こんな感じです。この時鳴らすのが4弦から4弦5弦6弦は鳴らさないという感じで、これで今度は B メロやね、 B メロで F シャープマイナーで A になるんですけど A をバレーで、
人差し指で先の2弦3弦4弦をバレーして、まあ、1弦は弾かないということで、ほんでこの次に小指で、1弦の5で薬指で4、ほいで離して2やね、1弦こんな感じで、これを2回繰り返します。で今度 C メロサビやね、サビで言うかな、 C メロやね、 D で D マイナーサブドミナントでトニックに戻って、トニック A に戻って、 F シャープ7、それで B7、 E7、A、ここからソロに入る前にこういうのが入ります。これはまあ A で、で B、 まあパワーコードでいいと思うんですけど、パワーコードあるいは2弦3弦4弦の456、あ2456やね、こんなんでもいいし、あまあ要は、A を弾いて次 B から半音ずつ上がっていくでいい、 BC、C シャープと。でソロが、まあ結構、コード進行に沿ってっていうようなソロなんですけど、まず2弦の10と3弦の11、これをスライドで3回で、次4回かな、4回やってまた3回で、最後がこういう感じ、スライドでして、スライドして2弦だけ10に押さえて離す、でゆっくりいくと、こういう感じで、で今度はこのままの形が、2弦が5と3弦が6へ行って、これ3回ね、スライドして3回で行って、今度は1弦の7と3弦7、4回で、次半音ずらして8フレット3回やって、9フレットでまた4回かな、はい、この時にこういう弾き方するとちょっとこう弾きにくいんで、もうこのまんまピッキングでこうやります。これで弾くんですけど、この2弦だけは鳴らないようにこうミュートします。この押さえてるどっちかの指でミュートする、で今度はこれをもう一回さっきの D のとこへね、今度はこんな感じでね、まずさっきの1弦、あ2弦の10と3弦の11で3回やって、次が、2回弾いて2弦の10に押さえて離すでやって、2弦の12から14へスライドして1弦の12で、また2弦14から今度は12へスライドして戻して10で、3弦の11、この時まあダブルストップで2弦の10も弾くといいかな。まあ、こんな感じで、で最後はこれをこのまま、2弦12までずらします。こういう感じでね、でこんな感じで、まあここをずらして、これでチャ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 4回やって、今度、14やね、1弦14と3弦の14、これが4回で、次15が3回、16も3回か4回ぐらい
やって、ほいでまた A に戻って、またイントロと同じような感じなんやけど、これがまあ、なんかこのラン、こう、だろうね、こう適当に弾いとる感じで、なんか。こんな感じの弾き方で入って、これで A オーギュメントで F シャープマイナーのところでみたいなのが入るんですけど、ちょっと聞き取りにくかったんで、まあ適当にタブ譜は大体で書いたんですけど、まあこんな感じで、これで書きました。6弦の024、5弦の0、これで、6弦の424、こういう感じで書きました。で、でもう一回これを、でまた A メロに入って。今度は、一回しだけで B メロに入って、であとは大体同じ感じで C メロで、 C メロの、ダララ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 ラとこで、こういうフレーズがあります。まず6弦の2で5弦の024って弾いて、2から4にハンマリングかな、これで4の0で、今度は5弦の4から2へプリングで0、これが、またこれ入って、またもう一回サビの C メロのところを繰り返して、まあそれでこれを3回繰り返すんかな、3回しやって最後は A メジャー7で終わり。こんな感じです。以上です。